はい、ね、まあ、今日のねブログにもちょっと書いてあるんだけどさ、今後ねそのワンルームマンションあんじゃん、ワンルームだけだよ、ね、の取引については今ではほらなんとかな、すごくその金融庁のねお達しでその、融資するさ場所っていうのはね要するに限られてるわけだよね。だから関東地方に住んでる人は、まあ、関東地方で投資できるけど、関西地方に住んでる人はさ関東地方に投資するのはちょっとなかなかさハードル高かったよねってこと。あともう一つ、年収制限がさ、ね、今まではなんだっけ、大体500万以上600万以上っていうさ、基準があったけども、これね、一応300万までねハードル下げましょうって話に今なってるわけで、それをねじゃあ、実現するには絶対お願いしたいのが今まで通りのうちのやり方でやってくださいってこと。わかる？それ何かっていうと、うちはね、まあ、今 PMR でしょ。その PM の人たちが査定をして、で、まあ、厳しいかもしれないけども要するにさ、まあ、ある程度確実な、ね、数字を出しますよということで、それに基づいてしか売らないじゃん。だからいや、ね、実際さ、ね、CF熱の売り上げをドーンと伸ばそうとすれば、例えばさ、ね、これちょっと厳しいけどさ、ね、売り上げダメだから売っちゃうぜっていう姿勢だと要するに空室増えるよね。そうすると空室増えるとどうなるかっていうと、要するにオーナーさんがさ破綻する確率高くなるじゃん、ね、でも今までそれをやってないから誰一人破綻してないわけだよね。でその破綻してない理由って何かっていうと、やっぱりそういう仕組みでやってるってことで、今回ね今月過去最高じゃないの、最高だね今月だから過去ね最高の売り上げを上げてるんだけども、これはさ今のルールで上げてるってことだよな。ってことはこれはさ今後ね要するに、他の会社はできないんですよこれで。もう一つっていうのは何かっていうと、まず管理やってるでしょ。でうちの管理の仕組みっていうのを要するに、理解してもらいたいのはね、普通の会社ってさ要するに3ヶ月とか、ね、6ヶ月のさ滞納保証するけど、その後ってほったらかされちゃうわけだな。そうするとそこから今度ね、買った人が自分で、ね、弁護士頼むか紹介された弁護士を依頼するかで、そこで急激なコストが上がっちゃうじゃん。そうするとさ毎月、ね、1万円か2万円ぐらいの収益の中で、ね、いきなり180万とか、ね、要するに明け渡しのさ訴訟までやって強制執行までするとそのぐらいかかっちゃうでしょ。その負担ってさ、ね、個人負担でいくとそこもやっぱ金融機関の見方としては、ね、ひょっとしたらそれで破綻する人も増えるかもしれないよねっていうことやな。でもうちはそこ、ね、強制執行までうちの費用でやってるでしょ。なんでかって言ったらうち弁護士が今、ね、会社の中にいて、で、滞納チームの人たちも結構、ね、レベル高くなってきてるよねっていうことで考えると、ね、ここの仕組みも要するに金融機関から見たら信じられないことなわけじゃん、ね、ところが金融機関から見たら信じられないことをさうちの管理、ね、離れちゃう人ってさね、どこでも一緒と思ってるわけ、ね、で今回、ね、うちでほら例えば、ね、管理料が高いだ安いだいってさ、ね、うちの苦労をさ、ね、評価しないで出ちゃった人いるよね。でその出ちゃった人ってどこで管理してるのかってことね。でその例えば管理してる会社の評価がね評点が50点以下だとその人融資になかなか今度厳しいハードルになるってことを彼ら知ってないわけじゃん、ね、でさなんかね目先のこう損得で言うけども仕組みで考えるとやっぱりうちで付き合ってるお客さんっていうのは、ね、非常にお客金融機関から見ると安定した要するに投資家だってことになるわけじゃん。で特に今、ね、首都圏でうちがやってるから非常にいい感じになってるよね。もう一つね、CF ネッツって会社があるよね、まあ、今CF ビルマネジメントが管理してる会社があって、 CF ビルマネジメントも、まあ、そこそこの評価を受けてる、ね、で今度は CF ネッツって会社ね。でこれも要するにさ、先ほど言ったように売るものについては、ね、要するに吟味して売ってる。あともう一つはある一定のさ要するに、エリアに絞ってね投資してる。でその一定のエリアっていうのは金融機関から見た時にやっぱりリスクが低いとこだったよねってことになったわけじゃん。そうすると今度はそれが、ね、裏付けとしてついてくるから、ね、要するにCF ネッツさんのやつは要するに、ねね、今後継続して融資しますよって言ってるわけって言うと、逆に言うとね裏返るとそうじゃない会社は注意をしますよってことなわけじゃん、ね、そこがすごい大事でね。うちの会社ってさ過去からずっと今まで17年間やってきてるな。で姿勢変えてないでしょ、ね、で姿勢を変えてないって何かって言ったら
ね、ここに到達するまでの目標だったわけでね、僕はあの、ね、創業してすぐね、ね37点だった、創業してすぐね、その年が37点で、ね、あの友達に頼んでさ、うちの評点取ってみてよ言ったら37点呼びつけて、などういう意味でこれ37点、ね、創業してすぐ37点って悪い子じゃないんですよ、でもいい子じゃないよね、でどうしたら上がるんだ言って、ね、あのいろいろ打ち合わせながら、もうとにかく決算書毎回出してください、ね、嘘はつかないでください、ね、要するにあの事実だけ確認させてくださいいうことをずっとやってきたね。だから多分ん3年目4年目か4年目で50点超えてるはずだよ、あ3年目かな3年目で50点超えてるな、で普通は超えないそうですよ、なんでかっていうとほらね、最初の時って業績そんなにうまくいかないだろ、ね、で人も安定しないし、ちっちゃい会社なわけじゃん、そうするとね、かっこつけるために嘘ついちゃうじゃん、そう嘘つくとね、評点下がっちゃうわけで、それがあのね、やっぱりね、決算書に全部出てくるから、で僕はあのずっとね、会社の中で決算書ってものをずっと意識してるわけだから、ね、あの要するに、結果的にはさ、ね、いい形になってきてて、で決算悪いともうしょうがない、自分 の、ね、あの要するに所得を下げたり、ね、他から取らないとか言って、ね、要するに所得を下げてでも会社の評価を上げるってことだ、でそれは何かっていうと、ね、要するに会社の評価って一番大事だってこと、ね、要するにうちの社員今ね、あのグループって120、30人いるだろ、でこれらがみんなぶら下がってるやつは会社の評価だから、ね、それ勘違いしちゃダメだよ、ね、でその評価を意識して、ね、生きるか生きないかって大事で、例えば、ね、クレーム処理だとか、ね、賃貸トラブルとかあるよね、大家さんとの問題報告がどうだろうってこともたまにあるけれども、それって実は会社の評価を下げるっていうことだから、ね、やっちゃダメですよってこと、ね、要するにあの管理が離れていくってことは要するに会社の信用を失ってること、もう一つは経済の中でね、うちは管理を下げてないよね、なんでかったら要するに、ね、あの利益がなければ、ね、会社の評価は下がるわけで、じゃあ管理増やすには簡単だよな、じゃあうちのサービスのまんま管理料 3% にします 4% にします言ったらいっぱい取れるかもしれないよ、だけど経済はうまくいかない、ね、要するに会社の評価は下がる、評点が下がった中で要するにじゃあいくらねお金が回ったり管理が増えたりしても誰も幸せにならないでしょってこと、ね、会社っていうのはね利益がないと、まあ、給料もボーナスも払えないよな、で、あのだけど問題は大事なことはね、要するに会社ってものに対して要するにどう評価されてるかってこと、大体さね、不動産会社始める時ね、一番簡単な仕組みがあるんですよ、で、ね、うちの辞めた会社の社員なんかもそうなんだけど、要するにさ会社がリスクを負いたくないから、ね、要するにあのフルコミッションにしてみたりね、じゃあ半分コミッションにしますねって言ってるじゃん、完全コミッションしてさ、確か儲かるときもあるから、下がるときもあるわな、これ一番ダメなんだよ、不安定だから、ね、社員が不安定だと会社も不安定になるわけ、そうすると評点は50点絶対超えないから、ね、だからあの、ね、僕はあの会社ってね、まあ、日本全国にいっぱいあるわな、で今あの CM 熱が、ね、ね、1社は57、1社は59だ、で早く60になりたいなと思ってるんだけど、ね、要するにあのこの評価っていうのはね、何かっていうと過去の積み重ねなんですよ、で今回も金融機関がうちの評価をするっていうのは、ね、要するに過去の積み重ねなわけで、金融機関もねいろんなとこ見てるわけ、例えばうちの CF ビルマネジメントね、訴訟費用が高すぎますね、そんなに訴えられてるんですかみたいな、バカなこと言うからバカ訴えようだろって、ね、うちは、ね、要するにあのオーナーチェンジで売ってるだろ、ね、でそれ売ってるとなると中身はね、要するにいい物件ならばならばほど、ね、リスク高いんですよと、でこのリスクの高いところを要するにお客さんにね転嫁するんじゃなくて、うちが全部背負ってるんじゃないと、ね、これはね、あの要するに適正な要するにあの経費なんですよ、説明したなるほどと、でちょっと中身見せてください、全部見せる、なるほど、ここまで責任持つ会社ってないよね、なるわけじゃん、だからうちの評価は高いわけ、ね、だからあのね誤解みたいなこともあるんだよな世の中には、でも僕は事実と照らし合わせれば全部わかるわけ、ね、だからこの事実ってのは何かっていうとやっぱり決算書だろってこと、ね、でそれであの評価だろってことで、今回ね、ちょっとその経過ね、今度来週呼ぶことになったんだ、ね、でそれで、ね、できればうちの社員に買わせてあげてくださいよって言ってるわけ、ね、だってそうでしょ、だってね、まあ、大体英語の人たちはさ投資してたりするよね、でも PM の人たちはあんまり投資してないしさ、ね、あの事務の人も、ね、投資してる人ってそんなにいないわな、でもね投資してくださいってこと、ね、でそれが何かっていうと自分が感じないとさ、ね、自分の業務を自分でやってみないと
感じないでしょってこと。だからうちの社員ね、あの要するにね、投資威力のある人いるから、ね、出してやってくださいって言ってあるから、だからぜひね、ね、僕もサラリーマンの時にさ、ね、あのコツコツね、投資できたっていうのは結果的に自分が助かってるよね、いろんなことが。それは何かあったら個人の信用力を不動産の信用力が後押してくれたから今があるんだよってことね。だからね、僕はさ、あの下も何もなくてだよ、ね、じゃあ能力あるかもしれない、独立しますね。で独立した時に誰が助けてくれるの？誰も世の中助けてくれないでしょ。結局不動産の担保力が助けてくれたから今こうなってるわけだ。だからぜひね、ね、個人個人ね、これから先どういう経済になるかわからないけども、でせっかくこういう商売やってるんだから自分たちが資産を増やす努力してください、ね、お願いします。以上。